ヨーロッパでは不老長寿の万能薬とまで言われているコーヒーですが、その健康効果が成分分析や臨床データなどにより、今改めて注目されているのをご存知でしょうか。コーヒーのその有益な効果は、挽きたて入りたての新鮮なコーヒーで得られることができるもので、逆に酸化してしまったコーヒーは活性酸素を発生させるなど、体にダメージを与えることもあるので注意が必要です。そこで今回の動画では、コーヒーのその素晴らしい効果と、メリットデメリットをご紹介します。衝撃、ブラックコーヒーを毎日飲んだ効果がすごすぎる。リラックス効果、コーヒーの豊かな香りや苦味、酸味などは、自律神経に働きかけて疲労回復を促します。脳の活性化にも効果があり、集中力を回復させます。また、毛細血管を拡張させる作用があり、血圧を調整し低下させる働きもあります。老化防止、コーヒーには抗酸化作用があり、細胞の酸化を防止するため老化防止の効果があります。さらにコーヒーに含まれるトリゴネリンという成分は脳神経細胞を活性化させ、認知症の予防や改善にも効果があるとされます。がん予防、挽きたての新鮮なコーヒーに含まれるクロロゲン酸という成分は抗酸化作用を持ち、大腸がんや肝臓がんなどを予防する効果があります。コーヒーの効果をより高めるポイント3つ。1. 焙煎したてのものを使用する。コーヒーは焙煎後、長時間空気に触れると酸化が進みます。そのため、黄豆の状態から焙煎したものを使用するのがベストになります。2. 挽きたてのものを使用する。また、コーヒー豆を挽いて時間が経つことで酸化が促進されるため、挽きたてが好ましいです。挽きたての豆で入れたコーヒーは香りも素晴らしいです。3. 入れたてであること。入れたコーヒーは30分以内に飲むようにしてください。新鮮なコーヒーは味も良く、ミルクや砂糖など何も入れなくても美味しいですし、添加物やカロリーの心配をする必要もありません。コーヒーは焙煎して7日、挽いて3日、入れて30分と言われています。時間の経過とともに酸化はどんどん進んでいきますので、早めに飲むことをお勧めします。生鮮食品といえば新鮮であることが求められる食品で、魚や肉、野菜や果物のことを思い浮かべる人が多いと思います。実はそれはコーヒーも同様で、一度焙煎したコーヒー豆は時間が経つにつれ酸化し始めます。コーヒー豆の見た目は変わらずとも、豆の鮮度はどんどん劣化していっているのです。コーヒーを飲むとお腹や胃が痛くなったり、気分が悪くなる。コーヒーなんて苦くて酸っぱいだけで、全然美味しくない。このような経験がある人は、それは新鮮なコーヒーではなく、酸化したコーヒーを飲んでいるからです。また、コーヒー豆の専門店などでは焙煎した豆を購入できたり、その場で挽いてもらえますが、お店で豆を挽いてもらったから新鮮、焙煎した豆を自宅で挽いたから新鮮、というのは早計です。一番の問題はコーヒー豆をいつ焙煎したか、なのです。先日のように焙煎して7日、挽いて3日、入れて30分と言われているように、新鮮なコーヒーというのはとても限定的なものです。もちろん黄豆から焙煎し、時間を空けずに挽いたものを飲むのが一番安心で確実な方法です。しかし、新鮮なコーヒーが良い。と分かっていても外出中などにはなかなか難しいですよね。あなたは外出中にコーヒーが飲みたいと思った際、どこで購入するでしょうか。今はカフェによる時間がない場合でも、自動販売機やコンビニで手軽に買うことができます。便利なのは良いですが、それらには実はコーヒーとは言い難いものも多く含まれています。例えば市販のコーヒー系飲料は、リン酸塩を加えてコーヒー豆の抽出率を良くしていますが、風味や色などが失われてしまうため、合成香料やカラメル色素、発色剤などで補ってあります。ミルクの入ったものはとろみをつけるための安定剤、カラビーナンやカゼイン NA など、が入れられています。他にも保存のためのpH調整剤や酸化防止剤も入れられています。
特にカフェオレタイプのコーヒー飲料はミルクの風味やとろみを出すために、より多くの添加物が使われる傾向があり、カロリーも高めなので要注意。そのため自販機などで市販のコーヒーを購入する場合は、缶コーヒーのブラックがおすすめです。しかし、ブラックでも添加物が使われているものもありますので、購入前に必ず原材料をチェックするようにしてください。いかがでしたでしょうか。他にもコーヒーにはカフェインが含まれているため、寝る前に飲むと眠れなくなると言われていますが、実は不眠の原因はコーヒーの酸化や劣化によるものです。酸化してしまった油で揚げたものを食べたのと同じで、胸焼けを起こすなど健康には良くありません。良質なカフェインには覚醒作用と精神安定剤の両方の効果があり、良いコーヒーは爽やかな目覚めの効果だけでなく、安眠効果もあるのです。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。